聴者リクエスト第3弾、コメンテーターの古市憲寿さんを占う。さあ、はい、歯に衣着せぬ発言で人気ある社会学者、そしてコメンテーターの古市さんを、はい、本日は占っていただきたいと思います、はい、視聴者さんからの、コメントであったのが、はい、知識人枠のコメンテーターはどんな運勢なのかということを知りたいそうですので、はいはいはい、そのいわゆる文化人、はい、コメンテーターとしての、名識のその向き不向きみたいなのを見ていただければと思います、はいはい、そうですね。とりあえずこれ、これが、召喚って言って、はい、召喚って結構あの歯に着せぬ言い方をしてる人が多くて、でそれがまさにこれ木上化って言って、はい、この財を生んでます。あ、じゃあもう、はい、その歯に着る着せぬ発言がもう財を生む、じゃあもうまさしくそうですね、はい、そうですね。じゃあコメンテーターは結構転職というか、はい、向いてますね。へえ。しかしこれ運勢ちょうどね、はい、2年前ぐらいからこれ狩野江がこのイムインジョが来てるんですよ。あんまりいいコメントしてない。あら、運勢的には、はい、ちょうどこの37からちょっと自分のジャッジ能力がおかしいかもしれないですね。ああ、じゃあもしかしたらその、ね、そのコメンテーターが今、ね、的には運勢的には良くない。そうですね。そういう場合は、はい、そうすると今年は まさにこれ低人看護って言ってこれ、はい、なくなっちゃってますから、ほうほう、まさに財をあんまり得てないですね。なるほど、ね、今まで通りではないっていう、ね、そういう場合はどうするの、元の本業の方にっていう。そうですね、本業の方にこれあのまあ集中した方がいいんじゃないですか。なるほど。まあ、コメンテーターでもあり社会学者ですから。そうですね、学者さん的にはどうですか、名識的には。名識的にはこれすごいいいですよ。あ、そうなんですね。これ職種、まさに偏在が職種製材というやつなので、はい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 、学者向きというか、はい、あの新しいものを生み出す力、はいはいはい、発想力とか知恵はあります、はい、ああなるほど、うん、でここちょうど歌曲なので、うん、むしろもうこれ学問に集中した方がいいかもしれない。なるほど、はい、テレビに出てのコメンテーター、ねは、ね、一旦ちょっとずつあれで、もともと能力を生かす方に。そうですね、はい、やっぱり賢い人は賢い道が出てるんですね。はい、なるほど、これを、ね、言ったらまた古市さんに何言われるか分かりませんけども、ありがとうございます。皆様ですね、よかったらコメント欄に、占ってほしい人、どんなジャンルの人でも結構ですので、お書きいただければと思います。先生、今日もありがとうございました。まだまだ続きますので、また明日もご覧ください。また明日。